はい、どうもゆうです。今回はですね、トリッピア、VS アイスの方の、トリッピアの方、使いましたので、こちらの方をレビューしていきたいと思います。で、まあ、スキルムーブ3、逆足4で、講習としては普通と高いとなってます。で、一応ですね、まあ、10試合ほど使ったんですけど、まあ、使用感めちゃめちゃ良かったです。で、まあ、今回なんで使ったかっていうと、まあ、これですね、ロブタツ持ってたんで、やっぱ気になって使いました。で、結構高額選手多いんですけど、トリッピア自体が20万以下で買えたんで、まあ、それもあって買ったっていうのはあるんですけど、あとまあ大体のパスとか、まあ、スライダー、セッターなども持ってます。で、まあ、能力としても、まあ、結構申し分なくてですね、まあ、ベースも、一応まあエンジン今やってるんですけど、ドリブルのちょっと軽さと、あとはパスも、ある程度上げたかったっていうところもあって、まあ、ペースが一応これで加速90、スプリント速度がちょっと遅いんですけど、79。で、まあ、シュートのとこは、まあ、シュート力が高いですけど、まあ、一応後ろ目で使ってるんで、442であったりとか、41212の底で使いました。で、一番フィットしたのは41212の底ですね。で、一応まあ、パス値もほぼほぼ、まあ、90前半後半ぐらい。で、まあ、ドリブル値も、まあ、敏捷性がちょっと低いんですけど、まあ、バランスドリブル高いし、リアクションコントロールも高くて、でまあ、レース差も93あるんで、結構いいですね。でまあ、ドリブルも軽いです、正直。で、まあ、守備の部分もほとんど89、88っていうところで結構高いのと、で、まあ、フィジカルは低いんですけど、スタミナも96あるんで、まあ、容赦なしはないですけど、基本的にスタミナ持つっていう印象です。で、やっぱり、ロブタツめちゃめちゃ強かってですね、まあ、精度が高すぎて、本当にトリガーランかけて、まあ、そこに出してあげるだけでほとんど通ります。マジで強かったです。で、一応過去にデブライネを使ってたことがあったんですけど、やっぱデブライネちょっと重たさを感じて、なかなかこう出したい時出せないというシーンも多かったんですけど、トリッピア自体が結構軽いんで、そのパスっていうミスっていうのがほぼほぼない。まあ最悪1枚来てもかわせれるっていうところが、ちょっとトリッピアにとっては、デブライネより使いやすかったなっていう印象を受けてます。で、精度も高いし、まあ、ただ、ちょっと背の高さとかがそこまで高くなくて173なので、ボールの取り感はいいかって言われると、守備はちょっとやっぱ落ちます、正直。そこはやっぱり問題点ではあるんですけど、まあそれ以上にチャンスメイクできるんで、まあトリッピアは非常におすすめかなと思います。はい。ぜひですね、この選手マジで使ってほしいですね。20万以下でこの強さは本当に強いので、ぜひ使ってみてください。まあ、この後ですね、まあ、ちょっとライブ配信中の試合動画を、切り抜いてますので、よければ最後まで見てもらえたらと思います。これ、ハフェルツとトリッピアの2人が良さ出た試合っていうか、1点目か。これ、今のペレでよかったよな、一発目。今のは雑い。これ、ハフェルツ、トリガーランのエアリアルハフェルツで折り返しのバペ。ドブタツからのやな。この1本目はほんまにやっとんな。これができるからハフェルツ強いな。トリッピアもいいパス出してますよね。このトリッピアのやっぱロブタツが強すぎんな、ほんまに。強すぎるんやけど。ほんまにトリッピアの良さやん、これ。トリガーランかけて、裏するパス。だけ。マジで。いや、このパスとかも気持ち良すぎでしょ。ちょっともったいなかったけど、ちょっともったいなかったけど、これハンセンやばかったな。卑怯じゃない。えぐいなこれも。ほんまにトリガーランしたとこに出すだけでいいもんな。
これもフリ側なんだっけ、完璧すぎん。